佐藤健、恋愛ドラマで輝く理由っていうのがあるんですけど、まあ、佐藤健くんがその何やっても佐藤健ってよく最近言われるじゃないですか。あとほら木村拓哉演技みたいな、いやキムタク化してると、キムタクもね何をやってもキムタクだって言われると。ただね、僕はねこの記事の中でちょっとここはそうだなと思ったところがあったんです。今日は何をやっても佐藤健、何をやってもキムタクっていうんじゃなくて、佐藤健、木村拓哉のすごいところっていうのは共通点はここにあるなってちょっと思った記事があって、ここですかね。彼らの秀でたルックスが光った作品も多い。恋鈴で、略称されて愛される、恋は続くよどこまでも、胸キュンシーンのオンパレードでファンが熱狂した作品だと。第1話、出会いのシーンの中で頭ポンポンが始まり、ド S っぽくつぶやく、お前は天道たんだろうという一言、これは治療だというキスするシーンや、付き合ってやるの顎食い、同僚たちに俺の彼女だからと宣言する俺様感、佐藤の隙のないかっこよさと低い声にツンデレキャラがぴったりとハマり、放送期間中は毎話のようにツイッターのトレンド入りを果たす反響を呼んだ。そんなこいつも足元を支えるのは佐藤健の誠実さだと。それを伺えるのが何気なく挿入される医療シーン、ここなんですよね。僕は前も言いましたけど、こいつは恋愛ドラマプラス医療ドラマなんですよねと。そういうヒット作の設定が、セオリーが入ってる医療シーンなんですよ。医者の役だから注射器や聴診器を扱ったり、救援活動をしたりという医療シーンもあったが、そうした動作のどれもまた見事なまでに板についている。流れるように行われたと。恋愛ドラマに限らず天皇の料理番の料理シーンしかり、映画流浪に剣心のシリーズの盾のシーンしかり、細部の所作に至るところまで妥協なく向き合い、徹底的に体に染み込ませているのが俳優佐藤健の凄さ。こいつでもドエスな天道先生というキャッチーなキャラクターを演じながら、所作には妥協しないプロ意識が垣間見れる。それは視聴者が作品世界に没頭できるようにという佐藤の誠実な思い他ならない。いや、ここなんですよね。何をやっても佐藤健っていうのは、多分表面的な演技を言って何を言っても佐藤健、まあそれは木村拓哉さんもそうなんです。喋り方とかいつも一緒じゃんみたいな、それってちゃんとしたところを見てないと思うんですよね。木を見て森を見ずっていうね、ことわざあるじゃないですか。一部分だけを見て大きいところを見てないっていう、そのまさに典型だなと思う。あの佐藤健君ってやっぱり役作りをちゃんとするんですよね。その人になりきるわけじゃないですか。多分口調とかそういうのはその人なりの癖があるかもしれないけど、その人の設定に慣れ親しむわけですね。叩き込むわけですね。だったら医者だったら医者を研究するわけですよ。天皇の料理番だったら包丁さばきとか、そういうのもものすごく研究するわけでしょ。今回の104日にしても、あれはなんかハンバーグの美味しい料理屋さんですよね。子供食堂やったりとか、そこをしっかりねやってるんですよ佐藤健君は。料理がね、苦手で料理は一切しないっていう佐藤健くんが料理人に見えるんですよ。104日で。ハンバーグをちゃんと焼いてるんですよ。幽霊になってからも指示をしてるんですよ。魚住さんにこうやって焼くんだとか。まあそういうのも違和感ないじゃないですか。何かを役に入るときに取り組むときに、その設定をしっかり入れてくるんですよね。大雑把なキャラを演じてるんじゃないんですよね。設定をしっかり染み込ませて普通にやるっていうのが僕は役者だと思うんですよ。例えばね、それがね、じゃあ、ムロツヨシさんとかみたいにね、ああいう、遊べる役を多いじゃないですか、ムロさんなんていうのは。だから、ああいうのはキャラクターをこう、七変化させて、面白、あの役者だなって思わせる、大げさな演技をして思わせる人もいますよ、それ役、脇で光る人。でもやっぱり佐藤健、木村拓哉ってのは、もうドストレートな、ふざける位置には いられない人なので、設定をしっかり体に叩き込むってことですね。だって、木村拓哉さんも、今まで見てた僕はドラマとかだと、未来への10カウントでしょ、そしてあとその前にグランメゾン東京、これも未来への10カウントってのはもともとボクサーですよ。でボクサーでだけど挫折して焼き鳥屋になって、焼き鳥屋も火事になって辞めて教師になるわけですよ。ボクシングコーチを高校でやるんですよ。その3つの仕事っていうんですか、焼き鳥の焼き方とかも、串の焼き方もものすごく体叩き込んでるし、ボクシングも木村拓哉さんあれのためにやったんだと思うんだけど、本当にボクサーに見えるんですよね。まあ、それもそうだし、グランメゾン東京は三つ星シェフのすごいカリスマシェフですよ。料理人ですよね。本当に三つ星シェフの料理人のような
料理の仕方もちゃんとしてるしね。大ブレイクしたのだと、ね、それこそ北川さん作品のビューティフルライフは、カリスマ美容師でしょ？しっかり美容師叩き込んできてるじゃないですか。確かに、いつもの木村拓哉ですよ。でも、美容師の木村拓哉だったり、ボクサーの木村拓哉だったり、三つ星シェフの木村拓哉なんですよ。そこがすごいんですよ。本人はブレないけど、職業でちゃんとしっかり、それぞれに木村拓哉の職を入れてるんです。で、佐藤健君もそうですよ。同じだと思います。ハンバーグ屋さんの今、佐藤健なんですよ。天童先生は、できる医者の佐藤健ですよ。ファーストラブだったら、ビル管理人の佐藤健なんですよ。それぞれの設定に合ったものを全部体の中に入れてきて、そこで素の自分を出してるんで、そこの役作りですよね。表面的に本当に、ね、さっきも同じこと言いますけど、木を見て森を見ずですよ。何をやっても佐藤健、何をやってもキムタクっていう人は、この一つの部分だけを捉えて、大きい部分を見てないってことに僕は尽きると思います。だから佐藤健くんの演技の凄さっていうのは、いや、もう何をやっても佐藤健かもしれないけど、人切りの佐藤健がいたり、天皇の料理番をしてる佐藤健がいたり、とか、今だったら子供食堂でハンバーグ作ってる佐藤健がいたり、幽霊の佐藤健がいたり、そういうことだと思うんですよね。な感じです。